これが品質保証で実際やってる耐久テストなんですが、ちょっと一回止めていただきまして、こういうノートみたいなものなんで、本当にこう気軽に持ち歩いてラフに扱って、こういう角がカツンカツン当たるような使い方をされるのはかなりの頻度で想定されていることで、今まであまりこういうテストをやってなかったんですが、こういう自動機を作って耐久テストっていうのは今回これで。でこちらはですね、よくある、満員電車に乗った時の耐久性みたいな話が出てくるものなんですが、これは 150kg ホースの平面加圧荷重をかけた上で振動試験をしているものです。なので 150kg の荷重をかけた状態での振動を想定して、まさにバックの中で、満員電車の中ですごい圧力がかかった状況での信頼性を確認しているものです。はい、こちらは特に X 特別というわけじゃないんですが、開閉耐久というのを LCE を開閉させて耐久回数を見るという耐久テストで、こちらも数万回というのを確認して品質に自信を持って出しています。こちらもそうですね、 X シリーズ独特のテストで、やはり持たれ方として今までのノート PC 片手でこんな持ち方をするというのはあんまり考えにくかったんですが、今回の商品こうやって持ち運ばれることが容易に想像できるので、この状態で振動試験というのをかけて耐久性の振動性を確認するというのがこのテストです。これも X だけの特別なテストというわけじゃないんですが、一点加圧といって、例えば指みたいなその狭い面積で体重をかけてしまったりしたときに、品質を保証するというのをこういうテストを使って、それこそもう全ての場所を総当たりに押し入ってみて確認しています。